路上の伝説、朝倉美来が平本蓮に衝撃の1ラウンド KO 負けを喫した。ファンからはマジで信じたくないなど、悲痛な声が聞かれる一方、引退してほしいかなという引退宣言を尊重する複雑な声が多く見られた。2024年7月28日、埼玉スーパーアリーナ超雷人3大11試合メインイベントで朝倉美来と平本蓮が対戦。 一 R 時計を勝利で因縁の戦いに終止符を打った。長きにわたる対立の歴史についに決着がついた。地下格闘技アウトサイダーで2階級制覇を果たした朝倉が2018年にライジン初参戦すると、その翌年平本が X に朝倉兄弟マジでかっこいい。普通に気づいたらファンになってたと投稿。 だがその後、朝倉が総合格闘技ってすぐには強くなれないよ。平本蓮くんが僕とやりたいとつぶやいたらしいですけど、何言ってんのという感じなんですけど、と SNS 投稿する一方、平本は朝倉三来をぶん殴ってみたと題した動画を YouTube に投稿。サンドバッグに朝倉の顔写真を貼り付け、それを殴って挑発する動画を公開。 それから今日まで約4年にわたり二人は絶戦を繰り広げてきた。その因縁は平本の 1R2 分13秒 KO 勝ちという形で幕を閉じた。勝利者マイクで平本は朝倉くるありがとう。そして引退しないでください。朝倉くるがいたから。 こんな情熱を持ってやってこれたし、見つめ直せたと、憎さ全開のやり取りを続けてきたが、試合後は負けた朝倉を思んぱかったコメントをしていた。負けた朝倉の呆然とした様子に、X では平本蓮が強かった悔しい。俺って朝倉三来るのファンだったんだな、という試合に感動したファンの声がある一方。まだ頑張れ。また見たいとか、軽々しく言えないよな。それもファンからしたら辛いよな。 マジで信じたくない。でも、ファンとしては、もう朝倉未来は引退してほしいかななど、いたわるコメントも多く見られた。